はるみちゃんです。ボートの上で待ってるのに飽きちゃったから、私も岸川さんにスキューバーダイビングを教えてもらったんです。これははるみは初めてかな。そうです。まだ若葉マークももらえないくらいの初心者です。それも結構やっぱ動き全体でこう初めてっていう感じが出てますね。本当は泳ぎは上手いんですよ。もっと大きく。やるとね、結構難しいんですよね。わー、なるほどね。あれ、そして今度は、なんか頭を。水中に潜っていく方法なんですけどね、頭を下げ、いよいよ一人で海の中の探検に。